通訳さん前に前に来てくださいね。まずは一番前に来てくれたのはフィンランド代表です。こんにちは。あ、かわいい声でこんにちは言ってくれましたよ。さあ、フィンランド代表なんですが、トトリのアトリエアーランドの錬金術師2からメルビア・ジーベル、そしてジーノ・クナープのコスチュームで登場です。今日も素敵な装いですが、ちょっといろいろお話伺ってみましょう。二人は日本に来たのは初めてだったりとか？3回目。あ、日本語上手ですね。とっても好きです。とても好き。あ、ちょっとだけ話します。じゃあか、日本語で得意なフレーズとか知ってる言葉とかあります？困らしちゃいましたよ。早速何しよう、なんか考えてくれてるけど。まだ考えてるかな。まあちょっとね、時間もないからねなどなど言っておりますが、じゃあ違うクエスチョンいきましょう。今日のコスチュームのポイントを教えてください。 Could you please、let us know what is the most important point about your costume today? Maybe the shoes, they're really nice. まあ靴とか、靴とても可愛いでしょう。可愛い、確かに。これ自分で作られたんですか？ And of course you have made those yourself. Yes. はい、ご自分で。さすがですね。ちょっとあの、この各国コスプレイヤーたちなんですが、自作の衣装たちで参加しているということで、ちょっとよかったら後ろ姿も見せてください。くるーっと。So, could you please show us the rear side as well? So could you turn? Yes, yes, please turn around. こんな感じで。ちょっとしたどよめきも出ておりますが。ありがとうございます。じゃあお隣の方にもちょっと聞いてみましょう。コスプレ始めたきっかけ教えてください。Could you please let us know which was the reason for which you began to do cosplay? Which was your first time? I really loved anime and manga. Dragon Ball was the manga which got involved me to the cosplay. そう、あのずっと前からね、漫画とアニメが好きで、特にあのドラゴンボールがあの、まあ、とても親しんで。 So your first cosplay was a Dragon Ball cosplay? そしてあの初めてのコスプレがドラゴンボールのキャラクター。 What character? ランチです。あ、ランチ。よく知ってますね、通訳さん。さすがでございます。なるほど、そんなところからコスプレに親しんでいると。わかりました。チャンピオンシップに向けての意気込みも教えてください。 So how do you feel regarding the finals right now? Excited and I'm waiting, really waiting for it. Yeah.とても緊張していますが、一方、まあ、非常にね、すごく、まあ、楽しみにしております。はい、というフィンランドチームです。今回最初に登場してくれたのはチームフィンランドでした。拍手をお送りください。ありがとうございます。